こんにちは、翔太です。今日もグランクラやっていきます。今日はペースガチャ引いていこうかなと思います。今ダイヤ77個で、11連は、まあ、2回しか引けないんですけど、あとチケットとかもいろいろあるんで、まあそちらを引いていこうかなと思います。早速最初の11連、カモン。さあ、おお、もう熱いよ。来た、これ来ました。確定ですね。確定の、まあ問題は SSR1 枚なのか2枚なのか S カノールなのかどうなのかです。はい、さあ S カノールカモン、 S カノールカモン、行くでしょう。ここで S カノールが出てくる。エスカノールが出てきたっていうことは、フェスカノールだね。出てくるかな。オーケー、2枚確定。2枚来た。さあエスカノールかも。お、マーリン。何回も見た。マーリーはいいよ、もう。ちょっとね、マーリー姉さんちょっともういいかな。エスカノール来てくれー。マーリン大好き、エスカノール。さあ、君が必要なんだ。俺にはエスカノールが必要なんだと。お、でかいけどエスカノールじゃない。ドロールくんだ。マジかー。まあ、なんかでも出だし好調じゃない？これ、いいんじゃない？一発目の11連で、まあ、SSR2 枚で、マーリン、まあ、マーリンとドロールか。まあ、2回目いきますと。いっちゃいますよ。さあ、2回目の。おお、いいんじゃない？なんか連発しそうな予感がしますね。連続で来るかな。さあ、どうしますか。おお、レインボー確定。確定きた。いいね、調子いいよ。あれどうした、俺のガチャ運がなんか復活してきた。これあれ、レインボーが一つもないが、しかし、レインボー光ってなかったが、しかし、どこかに隠れているはず。マジか。またマーリンかよ。マーリンはもういって。いやー、マーリンに愛された男やな。俺はマーリンに愛されているな。しょうがないね。でもうダイヤも全部使えるだけ使っちゃいますと、まあ、これは多分外れるね。スキップ C の、さあダイヤ3つを全部使っていく。カモン。お、熱いか。いやー、ダメですね。タイズですね。毛が濃いトゥキンヘッドのおじさんはいらない。あー、いらない。君じゃない。いや、ごつい男ばっかりやな、おい。ごつい男はいいんだよ。ごつい男はエスカノールだけでいいんだよ。たら別にごつくない子出てくる。あー、ダイヤなくなっちゃいました。まあっていう感じで、まあ、チケットの方を引いていきたいと思います。まあ SSR3 枚、まあさすがフェスっすね。ただフェスキャラ来てほしいんだけどな、俺。メリオダス、キング、エスカノール、この3体欲しい。持ってないからね、まだ。さあ、まあこっちのねガチャも引いていきたいと思います。 SSR 来なさそうな雰囲気でございますね。はいはい、
ダメそうだな。お、あ、来てた。SSR 来てた。ディルサンダー。おお、ちょうど座っててなかった。ナイス、やった。ディルサンダー。で、次がキングっすね。キングもね、座っててないんで、ちょうどいいっすね。で、来るかな ?SSR? カモン?カモン。もうこうなったら SSR 来てよ。あー、ダメですね。ダメそうだな。まあ、キングは確定なんで。さて。あー、ないね。SSR なしでござんすね。はい、ありませんでした。で、キングか、キング来たんで、キングがレベル80の覚醒マックスと、まあ超覚醒まで行ってないんですけど、覚醒マックス、まあありがたいな、めっちゃありがとう。で、次バーンか、エールコレクターバーン、次がエールコレクターバーンですね。マイレージもゲットしていきますと。で、チケット人が、あ、無料聞いとくか、一応。無料じゃないや。ダイヤ1個で回せるやつ。まあ別に、うん。まあ、レアなんで。まあまあまあ、期待してないですと。で、チケット SSR 確定あるんで、まあそれ引いていこうかなと思います。2枚か。はいはい、ヘルブラム。大体俺ヘルブラム率とマーリン率が高いんだよな。SSR 出るの。おっさん来る。はい。という感じですね。これもひどっか。SSR2。確定。おっさん。おっさん来た。まあ別にいらないな。はい。で、SR 以上確定ガチャも一応5連引きますと。あー、来なさそうですね。はい。まあ SR 止まりですね。まあこんな感じかな。人間族ガチャも行くか。まあ多分、レアでしょう。SSR 出ないね。はいはい。まあ出ませんね。で、ちょっと、またダイヤ貯めて、また引きますと。まあこれは引けないからで、俺。はい。また 1.5 周年のガチャ。ダイヤ溜まったら引いていきます。マーリンばっかり出るな。なんでやねん、トロール君とマーリンか、持ってるしな。やっぱフェス欲しいな。フェス来てくれ、いい加減。はい、っていう感じで、ちょっと一旦ここで切りたいと思います。で、またダイヤ溜まったらまた引くんで、少々お待ちくださいと。はい、っていう感じで、またダイヤ溜まったんで、60個か、ジャスト60個なんで、また引いていきたいと思います。10連10連。はい、どうや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 。エスカノール、カモン。エスカノール、カモン。枝だけど。あー、ダメそうだな。オーマイガー、来ない。いやー、厳しい戦いですね、やっぱり。もう一丁いきます。さあ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 、カモン。
あ、やられてんな。これもダメそうです。フェスコーツ、こっからフェスが来る確率は 0% でしょう。いや、ダメそうですね。まあ、実質爆死してますね。いや、マジかよ。もう全然来ねえな。ダメですね。ちょっとガチャンがちょっと上がったかな。まあ、SSR 来るっていうところで、まあ、ちょっと上がったかなとは思います。で、また、あの、チケットもあるんで、チケットで引いていこうかなと思います。まあ、これはバーン。エールハンターバンガーね。ちょうど育ててなかったんで、まあすごい嬉しいかなと思います。バンゲッツ、あ、次か、あ、次ですね。いきます。次バンゲットしていきますと、よいしょ、いけいけ。まあ別にここでやられてもバン確定なんで。あ、リリアだ。お、リリアもレベル60からレベル80になった。バンもレベル50からレベル80ジャンプアップしたっていう感じですね。いやー、あざっす。あんまりね、使ってなかったけど使おうと思います、せっかくなんでね。はい、っていう感じで、まあ今日はここまでかな。まあ結果爆死ですね。爆死してます。また、まあフェスは全然出てこないですね、残念。という感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また爆死してしまいました。バイバーイ。